今日はとてもコンパクトな住宅のプランニングです。 7.28 メートル角の正方形平面を持つ平屋建てを目指しています。できれば回遊性のある間取りにしたいのですが、少し動線の工夫が必要です。水回りがうまく収まらないので、部分的に取り出して再検討しています。だいたい目処が立ったのでやり直しです。だいたいイメージ通り収まりました。